バカじゃない、ただの前向きさじゃない。ナンバー、アイメンバーが語る、彼らの本当の挑戦精神。音楽シーンにおける熱狂的なイベントが、3月2日に NHK 総合1東京で繰り広げられました。数多くの才能が一堂に会する中、ナンバー、アイがテレビ初パフォーマンスを披露し、ATEZ e と TWS がベグデビュー。また、 ラムページも加わり、4組のダンスボーカルグループが一堂に集結し、クロストークを繰り広げました。新たな舞台に初登場するナンバー、愛のメンバーたちは、その瞬間が初めてだったことから緊張の色を帯びていました。MC の濱家高和が質問を投げかけると、平野志桜は真剣な面持ちで応じました。その緊張感がスタジオに漂い、まさに新しい挑戦への意気込みが伝わってきました。 彼らのパフォーマンスにはエネルギーと表現力が満ち溢れていました。前向きな気持ちとチャレンジ精神がグループ全体に広がり、それがフリップの中にあることが鮮やかに映し出されました。これは単なるダンスボーカルグループのステージではなく、バラエティに富んだ感性と創造性の融合でした。前向きな気持ちばか、チャレンジ精神。これは平野紫耀が述べた言葉であり、スタジオ全体から即座に共感と拍手が巻き起こりました。 これは単なる言葉ではなく、グループ全体が学共通の価値観とも言えるものでした。メンバー一丸となって、前向きなエネルギーを持ち、新しい挑戦に果敢に立ち向かう姿勢が、視聴者に強烈な印象を残しました。インタビューの中で浮かび上がったのは、メンバーたちの知性と誠実さ、質問に対する真摯な答えや、緊張感を感じさせない自然な表現力が、一層彼らの魅力を引き立てていました。 ダンスボーカルグループとしての素晴らしいパフォーマンスはもちろんのこと、彼らがどれだけ多様性と豊かさを大切にし、それがクリエイティブな表現にどう影響しているかが明らかになりました。このイベントは単なる音楽の枠を超え、コミュニティの結束力を感じさせるものでした。視聴者は単なる観客ではなく、グループと一体感を共有し、新しい冒険に一緒に挑戦しているような気分に惹かれたことでしょう。 この独創的でエキサイティングな体験は単なる音楽イベント以上のものであり視聴者たちに深い感動をもたらしました。ダンスボーカルグループの新たな一歩が音楽シーンに新しい風を吹き込みました。彼らの挑戦的なエネルギーと前向きな気持ちが視聴者に刺激を与え新たな夢への扉を開いた瞬間でした。数々の感動と共感が交錯するこの舞台裏の世界は単なるエンターテインメント以上に 新たなる共感の場となったのです。